モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には古賀市にある増田切箱店の霧の中地まな板プレゼント、それからね明日大賞発表ということですけれども、うん、大賞ノミネート作品の中から抽選で3人の方霧の中地フォトフレームプレゼント、はい、まあ、今週がラストチャンスっていうことでね、はい、あの今日この時間までに採用されなければもうその権利も失うっていうことにはなりますけれどもね、はい、はい、では今日のこの時間まずはこちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。陽子さんですね。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。10年前の出来事、うちの家族は主人と私娘2人の4人家族、家族で車で出かけていたその日天気がすごくよくって、その時私が運転していたんです。家族でワイワイお話ししながらバイパスを通ってました。そしたらトンネルに入ってキャーめっちゃ暗い、キャー真っ暗、この暗いトンネルなんだろう、キャー怖い、キャーと言っていたら後部座席に座っていた娘からサングラス外したら その出来事以来トンネルに入るたびに娘からサングラス外したとなんていうか、まあねそういうことなんですよ、うん、すごく短いんですけれどもあいいメッセージだなっていう、ね、あの家族ですごい盛り上がってて、はいはい、あのなんていうかものすごノリノリの時ってありますよね、うん、その時に急に冷静な、はい、あの子供のサングラス外したらっていうキャー何このトンネル暗い怖いっていうこれはいいですね。そうですね。さあそれからねこれもいきましょうか、女性の方からいただきました。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。最近ゴキブリやクモの話っていうのがちょこちょこおもろい家族のメッセージで届いてますよね。皆さんやっつける派が多くてどうなのかなと思ってメッセージいたしました。はい、私は幼少の頃から田舎の戸建てに住んでて、周りは山と川、美味しい空気でいっぱい、ゴキブリやクモ、ヤモリ、カベチョロ、ハチ、カ、ハエ、まあいろんな虫たちとの出会いはいっぱいで、夜ゴキブリがカサ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 と出てくれば祖母が殺しちゃダメ、ゴキブリは人間よりもずっと大昔何億年も前から生きてるんだから人間よりゴキブリの方が偉いんだよと言って、我が家では一度も殺したことがありません。そうですかすごいもだえ出したぞ想像しただけでうごめき出しました。やめてくださいその表現は雲に出会えば縁起物、ヤモリは家を守るヤモリなどと全てを前向きに捉えて虫とは共存しております。蚊、はい、とハエはパチンと叩くこともありましたが必ず蚊さん、ハエさんとさん付けて呼んでいました。蚊さんはもうなんていうか、あの通じないから蚊さん、ハエさんとさん付けで呼んでおりました。祖父も坂村新民先生の名言、二度とない人生だから一匹のコオロギでも踏み殺さないように心して行こう、どんなにか喜ぶことだろうというのが口癖だったんで、私も知らず知らずのうちにその精神で生活しています。私が35歳の頃のこと、職場で外から蜂が入ってきました。同僚の男性が蜂と叫んで殺虫剤を別の部屋に取りに行ったので、すぐさま私は窓を開けて蜂さん逃げてと言って蜂を外に逃がしました。戻ってきた同僚の男性はなんだよと言ってましたが、私は人助けをした、いや蜂助けをした気分でいい気分。その翌日のこと、
どう考えてもあれはハチさんが助けてくれてありがとうと私にサプライズをしてくれたんじゃないかと思う出来事があって、はい、その日友達とキャナルでランチをしてブラブラしながら夜は同窓会という流れだったんです。キャナルで待ち合わせの時間まであとちょっとだなって時に突然友達から電話がかかってきて、ごめん今日は11時までのシフトだったんだけど11時からの子が急用できたから来れないって、夕方4時までの勤務になっちゃった、本当にごめん、夕方5時までどっかで時間潰してて、ガーンと思いましたが、その友達とは幼稚園からの友達なのでほぼほぼ姉妹みたいな感じ、兄弟みたいな感じ、いいよ私は適当に時間を潰してるから仕事しっかりねと言って電話を切りました。お腹も空いたので目の前にあった海鮮丼のお店に入ってかなり混んでいたんですが、1名だったらどうぞってことですぐに通してもらえて、するとお店の人からごめんなさい今日ちょっと混んでて相席してもらっていいですかとのこと、あいいですよと私、すると向こうから私よりちょっと若いぐらいのイケメンの男性が登場、ラッキーと思って、その男性は私の目の前に座ってお互いメニュー表とにらめっこ、するとその男性から決まりました、悩みますよね、そうなんですよこれとこれで悩んでるんですよねと私、そこからお互いおしゃべりな性格が判明し、注文前にかなり話し込みました。店員さんにもお知り合いだったんですかって言われるぐらい、1時間ほど2人であだこうだ話をしながら海鮮を食べて、お会計の時に突然彼がここは私がと言ったんで、ダメですよ、いや俺が払いますからと言って私の分をご馳走してくれて、じゃあ次は私が美味しいアイスクリーム屋さん知ってるんでご馳走しますねと言って2人でアイスクリームを食べに行きました彼は関東から出張で博多に来てて、その日だけがオフの日だったそうで、一人で博多を探索していたそうです。次に来るのはいつなんですかって聞いたら3ヶ月後ってことで、ああ運命の人じゃなかったのかなと思いながらもメールアドレスだけは交換、はい、それから何度かメールのやり取りをしましたが次に会うことはなく彼とはそのまんま、でも今まで関東の男性とお友達になったこともなかったので数ヶ月間だけだったけどほっこりする日々を送りました。今は子育てでときめく時間なんてほぼ皆無、今考えてもあれは絶対ハチさんからのプレゼントだったんだろうなって思います。これからも大切な生き物と共存していきたいと思います。ねえ、なんと素敵なお話だよな。本当ですね。いやそれはハチさんからのサプライズのプレゼントだったんじゃないですか。はい、ハチさん逃げて心優しき人にはそうですよ、そういうご褒美が待ってるんですよ、そういうことうーって何ですか果たしてそれができるかどうか、できるかどうか、そうです、そうです、じゃあねこれいきましょうか。女性の方、中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。家族が亡くなって初めて迎えたお盆の出来事、夜仕事を終えて帰宅してテレビ見ながらぼんやりしてると何やらカサコソカサコソ音がする、ゴキブリかなと思って慌てて周りを見るとお仏壇の前に小さなカエルがいてぴょこんぴょこんと飛び跳ねています。我が家はマンションの2階、昼間窓を開けたりもしていない、なんでカエルがここに、どこから来たんだと思いながらともかくそっと捕まえて1階に降りて外に逃がしました。翌朝娘に昨日の夜のカエルの話をすると、それ私も見たよと言うんです。ベランダにカエルがいて可愛かったから写真撮ったと見せてくれたのは大きさ色からするとやっぱり昨日部屋に入っていたカエル、これはもしかして亡くなった家族がカエルになって帰ってきたのかな、虫になって帰ってくるっていう話は聞いたことあるけどなんでカエルっていうふうに娘に言ったら、娘が虫だと私たちが怖がって殺虫剤撒き散らして退治しようとするだろうと思って
ギリギリのラインでカエルにしたんじゃないああなるほどと、なんか私納得して、嬉しいようなまた寂しさがどっと押し寄せてくるような不思議な気持ちになりました。それ以降楽しみにしていますが、虫もカエルも我が家にはやってきてくれません。今年もまたお盆なんで、なんか怖くない可愛いものになって帰ってきてくれたらいいのになと思って、ちょっと心待ちにしている自分がいますね。どうしたんですか。思いがけず、すごい思いがけず、大福がいちご大福になりました。誰が大福がいちご大福、真ん中の辺がピンク色にポーっと以上、おもろい家族パート2でした。モーニングジャム